こんにちは。生体ニコニコ専務です。本日もどうもご来店ありがとうございます。ということで今日は、問題です。問題です。変形性膝関節症のですね、リハビリとして自転車を漕ぐ。これは、いいのか、悪いのか、という問題です。さあ、あなたはどちらだと思うでしょうか。で、これはですね、答えから言いますと、状態によります。状態によって答えなんですけども、状態によります。なので、これがですね、合う人もいれば、合わない人もいますし、体の状態によって、良くなる、良くない場合もありますし、逆に良い場合というのもありますので、ちょっとその辺をですね、今日ちょっと動画で今日ですね、これから解説していきますので、それを見ながら、あなたにとってですね、この、リハビリ自転車でするのがですね、いいのか、あるいは悪いのか、ということで判断していただけるといいかと思います。ではですね、まずそもそもですね、この膝関節症と膝の痛みを良くするために、自転車を漕ぐということなんですけども、これ何のためにやるかってことですね。この自転車のリハビリを何のためにやるのか、ここがまず、大事になりますので、そこからですね、判断していただくと、これがですね、自転車がいいのか悪いのか判断していただくといいんですが、このリハビリでやることはですね、太ももの筋肉を鍛えることではないです。自転車でね、こう、キコキコとね、漕ぎますわね。自転車、ちょっと今ないんであれです。こうね、自転車をこう漕ぐわけですね。この時に、太ももの筋肉を鍛えるとかね。こういうことでしたら、してはいけません。で、そうではなくて、この自転車を漕ぐのに、この膝の関節にとっていいのはどういうところかと言いますと、この関節をですね、こうずらさずに、足をですね、こう、上げ下げできる、ことが、大事なんですね。どういうことかと言いますと、こう自転車を漕ぐときにですね、自転車じゃなくて普通のときなんですけど、普通に例えばこう、しゃがみますと、しゃがんだりするときとか、あとはこう、足踏みしたりとか、歩くときですね、このときに変形性膝関節症の人はですね、膝が、ずれるんですね。どうずれるかと言いますと、こうしゃがもうとしたとき、例えばこうしゃがもうとしますね。しゃがもうとしたときに膝がですね、中にこう入ってくるんですね。こうしゃがもうとしたら膝が、例えばこっち側痛いとしたら、こっち側の膝がですね、こう中に入ってきます。膝がインするといいんですけども、膝がこうインしてきます。で、これが起こるとですね、しゃがんだりとか、あとは階段上り下りとかですね、あとは歩くとき。歩くときもなんか歩くときに結局こう、着地するときに膝がインしてしまったりとか、あとは階段、登るときに痛い人は、階段登ってこう、こうやってね、こうして、このときに、こう、ぐっとね、力入れるときに膝がインしてきます。膝が内側に倒れてきます。で、あとは、着地したときに痛い人は、着地して、こう、体重支えますね。そのときに膝がちょっとわずかにですね、膝が内側に入ってくるんですね。で、内側に入ると、膝の関節がずれますので、それで痛みが出るということになるわけです。ですから、この自転車で何をリハビリするのかと言いますと、太ももの筋肉を鍛えることではなくて、この自転車をこう、ね、こう、漕いでいると、膝はインしにくいですよね。こう、勝手にこの自転車がこの、ペダルの、このところですね、こう、勝手にこう、行きますんで、そうすると膝がですね、まっすぐ動きやすくなります。で、そういう訓練として、この自転車の、リハビリは、合う人がいますので、そういう癖がある人ですね。膝がインして痛くなってしまう。癖がある人は、このリハビリとしてですね、このリハビリといいますか、この、トレーニングといいますか、訓練として、体操の、一部として自転車を漕ぐというのはいいですので、そこがあるかどうかですね。そこで判断していただくといいかと思います。で、自転車のない人もいますし、膝がインしてても、骨盤が倒れすぎてる人は、やらない方がいいです。骨盤が倒れすぎて、骨盤がめっちゃ歪んでる人は、この椅子に、自転車の椅子に座った時点で、この膝がずれちゃいますので、まずは骨盤を整えて、それである程度、膝がちょっと良くなってきて、それから、最後にちょっとその膝がどうしても内側にこうずれちゃうという人はですね、この膝、自転車のこの、こう、こいでると、その膝がですね、結構インしなくなっていきますので、そういう意味でちょっと補助的に使う部分では
いいんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、そういう癖がある人は試していただくといいと思います。なので、自分の、こう、しゃがんだりするときですね、こう、しゃがんだりするときに、膝がインしてないかどうかですね。まあ、このときに、まあ、まずしゃがむときに痛い人ですね。しゃがむときに、まあ、ほぼですね、こう、インしてきます。膝がこう、しゃがもうとすると、こう入ってくるんですね。で、そういう人は、できるだけこれを、まっすぐですね、足のつま先の方と、膝をまっすぐに、こうしながら、こうインしないように気をつけながらしゃがむようにするという風にしていただくか、あとはちょっと自転車でこうやって、できるだけ、この、インしないのをちょっと身につけていただくという風にしたりして使い分けていくといいと思いますね。まあ、両方ですね、この受け身的に自転車のようにやっていく方法と、あとはその、能動的に自分でこう動かしながら膝がインしないようにしていくと。これ両方をちょこちょこ気をつけていきますと、だんだん、まあ、膝曲げるときですね、曲がったりする、伸びたりするとき、そのときに膝が、まあ、内に入らなくなりますので、そうすると膝の痛みが、変形性ひざ関節がより良くなりますので、まあ、そんな感じでちょっと補助的に、使うというふうにしていただくといいかと思いますので、まあ、そんな感じで使っていただくと、まあ、合う人はですね、それでちょっと良くなってくると思いますので、こんな感じで、ちょっと補助的な感じですね、まず骨盤良くして、あとはその膝のインする癖があるかどうかで、ちょっと使い分けていただいて。あと最終的にはやっぱ能動的にこうしゃがんだりとかするときに、いかにこの膝をインせずにしゃがむかっていうのを気をつけていただくと、まあよりですね、あなたの膝が良くなるのに役立つんじゃないかと思いますので、そんな形でやっていただくといいかと思います。ということで今日は自転車ですね、リハビリで、として自転車は、いいのか悪いのか。これは状態によりますので、ちょっと、この動画見ながらですね、合いそうだったら、やっていただくというふうにしていただくといいかと思います。まあ、膝がインしてるかどうかですね。そこをちょっと見ていただくといいかと思います。で、またやってみて、わかんないことありましたら、コメントやメッセージいただければと思います。ということで、本日も動画にありがとうございました。また、いいね、いい方だって人、いいね教えていただけると嬉しく思います。ありがとうございました。